どうも、ハイジェス。今回はですね、皆さんに、まあ、お礼と、あと紹介、まあ、宣伝も兼ねてるなんですけど、少しね、お時間いただければと思います。こちらの自宅学習の教科書っていう本を12月16日に出版させてもらったんですけど、ありがたいことに、たくさんの方がね、こう手に取ってくださって、今4回、増刷がかかってですね、累計5万部を突破することができました。本当にありがとうございます。でこの、4回目の増刷がかかったタイミングでですね、出版社の方が動いてくださって、これ最初帯見ていたら、これここまでが帯なんですよ。これちょっと帯が太いんですけど、帯になってて誰も載ってないじゃないですか。で前の、出した時はクイズノックの伊沢さんが帯を書いてくださったんですけど、ちょっと帯書いてもらいましょうってなって、今回新しく帯が変わりました。それ今回書いてくださったのがこの方です。ドン、松丸くんです。松丸くん、マジでありがとう。本当に個人的にもね、仲良くしてくださってて、しかも今回こうやって帯も書いてくださって、すんごい素敵なコメントなんです。ここ見えるかな、画像あれか、編集で出すか。これただ一瞬松丸くんの本なのかって勘違いさせそうですよね。すいません、それに関しては間違って買われないように皆さん気をつけてください。ということで今回はですね、まあ、5万部の皆さんのお礼はもちろん伝えたかったんですけど、お礼と言いつつ松丸くんに帯書いてもらっちゃったてへっていうのが言いたかったっていう動画です。すいません、お付き合いいただきありがとうございました。でちなみに次の本のプロジェクトが今ちょっと動き始めていて、多分ね結構意外なところだと思う。まあ、それがどうなるかまだ全然決定してないですし、本当に走り出せるかもまだこう試行段階なのでわかんないんですけど、結構あ、そういう本なん出すんだっていうものが、今自分が作りたいものがあって、今それが動いてます。もちろん皆さんの、まあ、うまくいってね、みんなの目に触れるのはもう1年後とかになっちゃうと思うんですけど、まあもしこの動画のね記憶が残って、どっかの、ね、頭の片隅に残ってくださってる方がいたら、もし出版した際には、あの時のあれかって、確かに意外だなっていう風にちょっと思ってもらえると嬉しいなと思います。そしてこちらの方はですね、下のリンクで Amazon からも購入していただけます。今ちょっと書店の方が結構売り切れでないところもあるらしいので、まあ、よかったら Amazon の方でもチェックしてみてください。ということで、すいません、完全な自己満動画だったんですが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。今後も頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。嬉しい。ありがとう、みんな。